金書発金ライブ NHK ホール2008.203は宝屋ありかと片倉美希やによる日本の音楽ユニットありプロジェクトの2枚目のライブ DVD 発売元は特馬ジャパンコミュニケーションズありプロジェクト金書発金ライブが行われた NHK ホール2008年10月3日に東京 NHK ホールで行われたありプロジェクトツアー2008 金書発金の最終公演の模様が収録されている。ただし、我がた主役の花と鬼三角の剣の2曲は先に発売されたアリプロジェクトのベストアルバム、警官詩人シングルコレクションプラスの初回限定版付属 DVD に収録されたため、こちらには収録されていない。前作、月光ソワレのクラシカルなオーケストラコンサートとは対照的な本来のアリプロジェクトらしい。 小要素サイのライブを見ることができる。なお、宝屋ありかの意向により、MC の大部分がカットされている。神風愛と、誠も串六前犠牲乱結封六優キャン、青春化金書ひざまずいて、足を、おなめ未来のイブ眠れる、氷月夜のピエレット欠の断氷素川ゆきか、残下新中北京ラバーズ聖少女領域ヘテロ室楽園暗黒サイケデリック防国覚醒カタルシス。 特典映像、バックステージ映像、ありがとうございます。